iAct では研究の活性化、財政の自立化、人材力の強化の3つの方針を掲げています。1つ目の研究の活性化では、京都大学の強みを生かした研究開発の促進、迅速な意思決定に基づく戦略的研究支援を目指しています。2つ目の財政自立化では、次元的な公的研究費依存から脱却し、業務の効率化を図るとともに、学内外リソースの活用と企業知見収入の増加による自立化を目指しています。3つ目の人材力の強化については、支援人材の実践型育成による人材強化と、長期的視野に立った継続的な人材確保育成を目指し、民間、PMDA や各省庁との人事交流なども積極的に行っています。